皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。おなじみのオムライテルムの歌い方講座の時間となります。今日は4月下旬にしてもちょっと天候が良くなくて、気温がちょっと肌寒い感じのところもございますけど、全体的にちょっと気温が高くなっているんだと思いますけど、まだちょっとね、私もちょっと鼻がグズグズしますけれども、皆さん風邪などひかないように、また連休中はね、とにかくコロナにかからないようにしてくださると思います。今日は香西かおりさんの新曲身を尽くしを今日は紹介していきたいと思います。発売日は5月の3日ですね、連休中の祭日でございますけど、作詞作曲ともリオっていうね、呼び名のそういう先生でございますけど、ちょっと最近あんまりドメンカっていうものは歌ってないでございますんで、ちょっとこう淡々とした歌でございます。で、細かいこう言葉のこう息継ぎがちょっとうまくしてくださればよろしいかと思います。テンポは77回転、比較的ゆっくりめの歌でございますんで、慌てず、言葉運びをスムーズにいけるように練習してみてください。そんな私もまださっぱり練習しておりませんけども、今回は本当に女性のアーティストが非常に多い感じでございます。男性の方はちょっと一気バーンと出しましたけど、ちょっと弾いてる感じでございますね。5月5日の発売日も結構多くなっておりますんで、そんなことで一人一つ女性をちょっと優先的にやっていきたいと思います。すいません、鼻がグズグズしまして。じゃあそれでは香西かおりさんの身を尽くし、原曲キーでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。帰らぬあなた待ちは
ほど出だしと一緒ですね。じゃあここまでちょっと投げていきましょう。出だしから、奇跡なる旅思い出
はちょっと明るめで強めにね、汽笛あ汽笛鳴るたび、汽笛鳴るたび思い出す思い出す、あーっての思い出す、あーうん、涙も果てたっての涙も果てた、身を尽くし身を尽くし、引く一回、ワンコラスだけ通していきましょう。消える
しげな感じで歌ってございますね。そうですね。まあ、なんて勢いのある声でキレよく表現するというっていう感じで書いてありますけれどもね、まあ、ちょっとこうふわりの部分をしっかりよく見極めて言葉運びまず練習してみてください。今日は簡単でございましたけど、5月3日発売香西かおりさんの身を尽くし、この歌をレッスンいたしました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。